からいただいております。僕の家には耳かきするときに耳かきしますと宣言するルールがあります。なんで、それがどの家もあるルールのではないと、最近知りました、うん、お二人の家には、オリジナルのルールありますかということなんですけども。いや、耳かき僕も絶対宣言します。多分同じニュースを見てるわ。え、この方と。どういうこと？ちっちゃい頃に、ちっちゃい頃っていうか、うん、あの耳かきして、お母さんが耳かきしてて子供がバッて飛びついてきてズボッて入っちゃったっていうニュースを見てから、絶対に全員に僕今から耳かきしますって。これ多分同じニュースを見てる。なんか鼓膜に、そう、ズボッてなっちゃったっていうニュースを見ちゃって危ないっていうのがすごいあって、もうと遠い部屋にいても、ちょ今から俺耳かきするねって絶対言ってからする。へー、うん、こう同じニュース見てる絶対。うちは、うん、あのオリジナルのルールというか、うん、うちいまだにうちの父親母親一緒にお風呂入ってます。仲いい。すごっ。それはオリジナルだよね、ルール的にね、うん、もう僕の子供の頃からずっと一緒に入ってます。へえ。親って お風呂に入る、一緒に入るもんなんだってずっと思ってたから。なるほどね。そういう家庭で育ちました。仲いいっすね。仲いいっすね。めちゃくちゃ好きみたいですね。一番いい子ですね。まあ、まあ、好きでしょうね。いや、好きみたい。いや、でもいい。大人になっても一緒にお風呂入れる関係ってなんかいい。ずっと好きだ。それはいい。大事。見てますよ。大井さんのお母さんが見てますよ ね, ね。好きやね。好きらしいですね。へぇー。岩部ちゃんは？うち、オリジナルルールは、あの、リビングとかに食べ物とか飲み物とか、とにかく自分で買ってきたものでも置いてて、人が食べても怒れないっていうルールがあります。何それ。世の中は弱肉の強食の時代、世の中だから自分が欲しいものとかはちゃんと紙に書いて、これは自分が食べたいから冷蔵庫に入れてますとか、あとその自分の部屋に持っていくとかしなさい、取られたくないなら、置いててそれはみんなで食べていいですよみたいなもんだから、それは宣言しなさいっていうか、その分かるように明確にしなさいっていうルールがあります。なるほどね。なるほど。管理しっかり自分でしなさいと、はい、ちなみにうちの両親、うちの父さんちも死んじゃったんですけど、うん、死ぬ前までずっと一緒にお風呂入ってました。同じやん、はい、一緒です。めっちゃ好き。一緒に入ってました。めっちゃ好きでした。めっちゃ好きです、うちの家も。いや、いい。めっちゃ好き。そうなんだ、はい、俺だ、見たことないわ。仲良かったけど、お父さんとお母さんが一緒にお風呂入ってるとかなんか見たことない。仲いいのとね、一緒にお風呂入るのと友達が なんて言うんですか。おい、お風呂行くぞって言うんですか。それともねえねえ、一緒にお風呂入ろうみたいな感じなんですか。いや、もうなんか自然と、自然となんかこうやってしてて、普通になんか自然とこうやってきた。二人でこうやって消えていくんですか。いや、そんなの見たことなくない。ごめんごめんごめん、うん、怪我さんといて。いや、わかんない、見たことね、入ろうとかいう合図もなく自然と。いや、もうなんかもうライフサイクルが決まってるんですよ。へぇ。夜8時50分からはうちの両親の入浴タイムみたいな、うん、なるほど。すげえ。ルーティン化してるんですか。そう大石家のルーティンってこと、うん、そう、だから僕がもう部屋で、のんびりしてたら、うん、外でバタ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 みたいな感じで8時50分になったら下降りてお風呂に入り始める。チャップンチャップンみたいな。チャップンチャップン。音がちょっといいね。チャップンチャップン。で、2人でなんか会話してるんですよ、うん、お風呂の中で。そんな声はエロい会話じゃないよ。大石さんが悪いですよ、今の。チャップンチャップン。だから、その小学校の時とか中学校の時だったら、マー君、あの、どんな感じなんやろうね、中学校の感じ。ああ、そこでコミュニケーション取ってるの、ちゃんと。そうそうそう。あの子、文化祭でも頑張ってたからみたいなのを、こう、聞こえてきたりとかしてたんで。なるほど。うん。エロい感じ聞こえてたね。チャップンチャップン。一ノ瀬さんは？うちは特殊なルールはないんですけど、うん、お父さんが入った後のお湯は毎回抜かれます、一回。はい、ちょっとかわいそうなんですよ、親父。なんかそれは切ないね、はい、親父ちょっと汚いもの扱いされて。本当に？本当本当、親父が入ったらちょっとお父さん入ったから抜こっかって水かいて。え、お母さんが抜くの？うん、お母さんが抜いてくる。あ、でもうち逆だ、絶対一番風呂お父さんが入ってた気がする。正しい。お父さんから入ってた気がする。あんまり気にしてなかった。一緒に入ればいいのに。一緒に入ればいいのに。なんかやっぱ風呂絡みって結構ルールあるんだな。わかるね、面白い。